はようございます。ピヌさんです。風来期やっていきましょう。わあ、まだ眠いや。もう少し寝ていたい気分だけど。いい朝だぜ。今日ももう存分走って最高の一枚を目指すか。そうだ、写真って言えば時坂さん、今度マシューコで会えたら正式に撮らせてくれるって約束したんだよな。マシューコって言っても展望台は一つじゃないから、無事に会えるかどうか、ま、縁を信じてやってみるか。出発するんだけど、そうね、今和琴半島にいて、和琴半島はね、何にもまだ見てないんだよね。マシューコにも行きたいんすけどね、流れ的にマシューコ行っちゃった方がいいのかな。僕はね、このボーハードームに行きたいんですよ。あの JAF の機関誌で紹介されてたから、1年ぐらい前かな。へえって思ったからさ。どうしよっかな。じゃあ硫黄山行って、裏マシュないな、道回ってくるのか。そっか、じゃあ硫黄山行って裏マシュ行って、どうしよっかな、こっちの方行く、お大島の方行く。とどわら、ならわら、いやー、でもここまで来たんだから早く決めろよって話だけど、ボーハドーム行こう。ボーハドーム、ボーハドームにするわ。まずボーハドーム行ってからいろいろ考えよう。じゃあまあ地図を見ながらね、ところどころ寄れるところあったら寄っていきましょう。はい、それじゃあ出発。多分ここは右だよね。あれ、いきなり分かれたな。まっすぐでいいと思うんだけど、まっすぐかな、まっすぐ行くと美幌峠。じゃあまっすぐ行こう。いや、曲がった。あるね、美幌峠。駐車場ある。ちょっとした峠を登った場所に突然広い駐車場が現れる。美幌じゃなかった。ここ美幌峠は大勢の観光客でにぎわうメジャースポットだ。駐車場には車やバイクがたくさん並んでいる。あ、広い。おお、天気もいいし、こりゃロケーションに期待できそうだぜ。ここからは屈斜路湖周辺が一望できるはずだもんな。ポカポカして気持ちいいや。この時期の北海道って日向だと結構暑いのに日陰は寒いんで驚いたもんだけど、ここには日陰を作る遮蔽物がないからな。おかげでお日様のエネルギーを全部いただきって感じだ。お、左にも見晴らしの良さそうな広場があるな。おお、行こうか。展望台へと登る途中で開けた場所がある。岩がゴロゴロしている先は多分崖になっているんだろう。ちょっと覗いてみようかな。おお、こりゃ絶景だぜ。ちょっと足元が怖いけどね。空の青を映した屈斜路湖の展望が視界一面に広がっている。パノラマってのはまさにこれだよな。それにしてもこうやって高いとこから見て改めて思うけど、北海道ってほんと自然が豊かだよな。
これだけの視界の中に建物とかがほとんど見えないもんな。素晴らしい自然と大展望。俺はしばし目の前の風景に釘付けになった。ここはすごい。けれど俺が探している最高の場所というにはまだ何かが足りない気がする。これだけの景色でもまだ最高とは言えないなんて、俺って贅沢なやつなのかな。あー、さっきのところ写真撮りたかったね。日差しが強い。階段を登っていると少し汗ばんでくる。なんか階段を登ることが多いよね。おお、いいじゃん。ヒュー、見事なもんだ。天気に恵まれてよかったな。空の青が目にしみるって感じでさ、なんかこうすげえ旅してるって実感バリバリ湧いてくるぜ。ここ写真撮ろ。いやー、いいねー。んで、あとはまだまだあるね。一番上がここだな。ここまで日陰がなかったからちょっと汗かいたな。その割に空気が乾燥してるから喉が渇くって。あたりを見てもジュースの自販機なんてないし、それが北海道のいいとこなんだろうけどね。これで本州だったらここぞとばかりに売店とかありそうだし。でっと、ここからの展望はどうかな。これまた絶景。下の方で見るのとはまた角度が違うせいか、水の色がさらに青いな。いいね。右の方に見えるのは和琴半島かな。特徴的な形してて分かりやすいや。ちょっとメッセージウィンドウ消してみましょう。あー、いいっすね。それにしてもこういう展望のいいとこに来るとどうしても例のあれがやりたくなるのはなぜなんだろう。例のあれ？俺はそれを実行してみたい強い衝動を感じたが、周りの観光客の目が気になった。何やんだろうな、タイタニックかヤッホーかな、どっちだろうな。く、耐えるんだ、我慢しろ俺。高いところに登ると人はなぜあれをしたくなってしまうのだろうか。そのあれとは何でしょうか。だが多くの観光客がひっきりなしに行き来するここであれをやるのはどうか。だからあれは何でしょうか。俺が必死になって飲み込んだ言葉、ヤッホー。や、当たった。それはヤッホー。ヤッホーって今の若い人も言うんですか。山登ったら言わないのかな。くー、痛かったね。展望台の裏手にはちょっとしたというにはなかなかの規模の高原が広がっていた。ああ、ここも気持ち良さそうですね。じゃあ上。ここってそんなに標高が高いとは思えないんだけど、生えている木や植物といい、ピンと張った空気といい、すごく高原っぽい場所だな。本州だと 1000m 以上の高さでないとこんな景色にならないと思うんだけど、立ち止まっていると風が涼しくて、さっきかいた汗がみんな引っ込むな。爽やかな高原の風みたいでさ。写真撮ろう。まあ確かに高原もいいですよね。高原ってあんまり行かないな。今度行ってみようかな。おお、こっちもすげえ。地平線だ。ほんと呆れちまうよ。広いよな、北海道って。何でもかんでもスケールでかい。やたらと広い。ここって本当に日本なのかってくらいだぜ。ここも撮影しよう。じゃあ、戻ろっか。この戻る作業はどうだろうな。編集でカットしてもいいとは思うんだけど、なんかやってるうちにおいおいですね。おいおいそういう気分になったらこの戻る作業は切るかもしれないですね。あー、でももうスタミナ3分の1ぐらい使っちゃったな。別のところに行こうか。行く。
うん、こっちでいいかな。多分左で合ってるでしょう。ああ、もう、待って、地図で確認しますよ。そっか。ここを、そうだなぁ。右に行って、左に行って、こっちのルートで行こうか。層雲峡とか、通る方か。いや、まあでも、こっちの網走的なところもちょっと魅力はあるんだが、悩むぞ、ここは。悩むなぁ。どうしよっかなぁ。ちょっと待って。最終的には防波ドームに行くとして、網走に行きますか。で、海岸線を通ってね、行きましょう。じゃあ、網走湖かな、まずはね。なんで、ここを右に曲がって、あとはずっとまっすぐだね。まっすぐだ。で、網走湖にも寄っていこう。いや、いい感じじゃないですか。ねえ。網走湖の湖畔を走っている最中に、キャンプ場を見つけたのでチェックを兼ねて立ち寄ってみた。走っている最中でも視界のどこかで泊まれそうな場所を探してしまうのは、野宿ライダーの習性だよな。これね、そうなんですよ。僕もね、1日で50キロぐらい歩いたことがあるんですけど、昼の2時ぐらい過ぎてくると、どこか泊まれる場所とか公園ないかなって探し回るんですよね。で、最終的に思いつくのは、トラックの、止まってるトラックの、下でもいいから、屋根があるところを探そうとするんですよね。っていう経験がありますね、若い頃ね。ここはそんな広くないや。駐車場から湖畔まではすぐ目の前。その間にある芝生の部分がテントを張るスペースになっているようだ。網走の町にも近いので買い出しも楽そうだし、バイクの近くにテントを張れるのも便利がいい。ここは利用価値が高そうだと経験に基づく俺の勘が言っている。うん、ここ写真撮ろうかな。こういう看板はね、撮りたくなっちゃうよね。下は芝だし、平らだから寝心地は良さそうだな。おまけに目の前が網走湖か。これで水はけが良くて集団の利用客が少なければかなりいけそうだ。俺が集団の客を嫌う理由は一つ。多人数でやってくるキャンパーはほとんどの場合、花火やらカラオケやら大宴会やらで騒がしいのだ。まあ今で言うパリピーですよね。パリピー野外で布一枚のテントしかない状態では、その騒音を防ぐ手立てはない。その輪に入っていると気づかないものだが、人が集団になった時の騒音は、その輪の外から見ると悶絶ものだ。わかるー。というわけで、俺のようなソロツーリスト、かっこ一人旅をする者は、どうしても団体客とは相性が悪い。まあこればっかりはキャンプ場の良し悪しってよりは運というか巡り合わせだからな。それはさておき、こういう椅子もあるからここで調理したり荷物広げたりも OK だ。何かにつけて便利な場所だな。整備されすぎて大自然の中っていう感じがしないのは残念だけど、ベースキャンプとしてはかなりいい場所かもしれない。走っている時からずっと感じてたんだけど、ここって川にしか見えないよな。全然湖っぽくないぞ。護岸整備が行き届いているのは本当はいいことなんだろうけど、綺麗すぎて情緒とか風流ってのとはかなりかけ離れてるっていうか。そこで俺はハッと気づいた。
さっきからこの場所に感じている便利さが嬉しいと思う自分、その反面、自然が足りないという俺。分かりきっているはずのことだけど、便利と自然は相反するものなのだと俺は改めて思う。自然が多いというのは、多くの場合人間にとっては不便な場所で、便利を求めればその究極は都会だろう。その両方を満たせたら、それこそが文明と自然の共存ってやつなんだろうな。でもこういうのって二律背反って言うんだよな。うん。じゃあ、あの主人公が二律背反を感じた場所をね、撮りましょう。で、戻ろっか。うん。はい。行こう。で、地図を確認したいんだけど、まあ左でしょうな。そんなことない？待って待って、どこにいんだ今。左でいいのかな。まっすぐ行くと野取湖かな。なんだっけかな、調べたんだよね。何湖かな。野取湖か、もしくは野取湖だね。野取湖には行かずに、そうっすね、輪っか原生花園も行きたいっすけど、まあ、こっち側ね、こっち側の、この道通って行きましょう。だから、ここ左で合ってると思うんだ。ん？で、ここを右に曲がる。んで？あれ？丘がある、丘。これは隠しスポットかな？走ってる最中にふと気になって脇道に入ってみたのだが、どうやら大正解だったな。青々とした畑の向こうはオホーツクの海が見える。俺は行ったことはないけれど、写真で見た富良野とか海洋台かな、初めて見た地名だ。海洋台とか。そんな北海道らしいイメージの風景が出迎えてくれたのだから。うん、丘に行こう。丘を散策しよう。誰もいない場所だ。何があるってわけでもない。目に見えるものだけ。それだけ。ここに植えられているものが何なのかも俺にはわからないんだけど、絵になるよな。植物だって生物だって星だって、新しいものが発見されたらその命名の権利は見つけたやつのもんだ。だとすればここは相馬の丘と呼んでやるか。って考えてみや、俺が第一発見者じゃないわな。まあ相馬の丘のね、写真を撮ろうか。んで、おお、向こうに見えるのは池？その奥には湖らしき、らしきものじゃないな、湖らしいのが見える。振り向けばオホーツク。なんだか盛りだくさんだな。ちょっと脇道へ入っただけでもこんな景色に出会えるんだ。もし俺にほんのちょっとの寄り道をするだけの余裕がなかったら、この景色には出会えなかったんだ。そう思うと、旅を楽しむには心に余裕が必要なんだろうって思う。なるほどね。まあ確かにそうだよね。目的地ばっかりね、向かってるとね、面白くないよね。仕事とか夢とか進行点とか、どうしてもいろいろと焦って考えてしまうけど、
なるべく脇見をしたり寄り道をできるくらいの余裕は持ちたいもんだな。とは言っても俺ってせっかちなとこあるからな。ここは写真いいかな。はい、行こう。